ハビエル・ソトマヨルは、キューバ出身の元総高トび選手で、同種目の世界記録保持者。また、総高トびで8フィート以上の記録を残した、唯一の人物である。ソトマヨルは、1993年7月27日に、世界記録、1989年3月4日に、室内世界記録を出した。彼は2メートル40センチメートル台の記録を室内4回。 屋外17回、計21回も出している。また、2メートル30センチメートル以上の記録は227回を数える。外マヨルは16歳の時に2メートル33センチメートルの記録を残すなど、ジュニアの時代から頭角を表していた。世界でも戦えるレベルであったが、キューバの二度のボイコットにより、オリンピックには参加できずにいた。その後、 1992年バルセロナオリンピックで金メダルを獲得し、世界陸上競技選手権大会でも1993年、1997年の2回優勝している。しかし、1999年8月にカナダで行われたパンアメリカン競技大会のドーピング検査でコカインの陽性反応が出たため、2年間の出場停止処分を受けた。 その後国際陸上競技連盟は、外前夜の事情を考慮して、処分を短縮し、出場を許可された2000年シドニーオリンピックでは、銀メダルを獲得した、シーズンベスト記録の変遷。赤点が外前夜の記録で、青点がその他の選手のもの。1988年9月8日に2メートル43センチメートルを飛び、世界記録保持者となると、 1989年7月29日には史上初の8フィートコイとなる2メートル44センチメートルを記録。同年には室内世界記録も充実した。1993年には世界記録更新と世界選手権での優勝により五輪チャンピオン、世界チャンピオン、世界記録保持者の3つのタイトルを独占した。屋外、室内を合わせて、 2メートル40センチメートル以上を飛んだ選手は史上16人おり、延べ50回が記録されているが、そのうちの21回が外迷夜の記録であり、2位のボーダンボンダレンコの5回を大きく引き離している。外迷夜の引退以降、総高飛びは混戦の様相となっており、中心となる選手がなかなか現れていない。2014年には屋外、 室内を合わせて6人の選手が2メートル40センチメートル以上の記録を残しているが、現在の外迷ルの世界記録は20年以上、破られていない。ありがとうございます。